するようなやけん。Hello everyone! How are you? ご機嫌いかがですか？浜松りおなです。さあ、今日もこの時間がやってきましたよ。本日の授業は Riona's Good Days です。今日も元気に Happy に Let's go! 幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。 Presented by トヨタカローラ徳島。この番組はトヨタカローラ徳島の提供でお送りします。改めまして AKB48 チーム8の浜松りおなです。皆さん、たくさんのメールをありがとうございます。今日は早速ですが、いただいたメールをご紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム、青コーナー赤松さん、ありがとうございます。りおなちゃん、こんばんは。僕は、ほんの小さな音でも、オーバーなリアクションをとって、びっくりするぐらいの人間なのですが、チーム8の中で常にびっくりしているような、リアクションクイーンは誰ですか？おー。これは結構難しいんですけど、多分、サユナとか、あとは、ルンバ。結構この二人はすっごく、もう、リアクションクイーンになれるくらいのリアクションをすると思います。サユナは、なんだろう、動きが激しいですね。手の動きだったり、結構山田みたいになるかも。手の動きが、有名な山田の手の動き。あとはルンバは、声がすごく通るし、大きい声なので、こう、びっくりした時も、こう、結構な声量ですね。だから、二人のポイントは、サユナのポイントは、動きがメイン。で、ルンバは、ルンバのポイントは、声がメインですかね。でも私も、まあ、オーバーリアクションではないんだと思うんですけど、結構、ウォーとか、ワオ、オーマイガーシュとか、結構、英語で言ってしまいますね。はい。どうでしたか？ぜひ、参考にしてください。では、次のメールに参りたいと思います。ラジオネーム、小坂さん。ありがとうございます。いつも、楽しく聞いています。新曲、ハイテンションを英語でお願いします。よろしくお願いします。おー！新曲、ハイテンションを英語。これは、曲名を英語でということでよろしいですかね。では、行きますよ。ハイテンションの曲名を英語で発音します。Are you ready? 3、2、One, high tension! イエーイ！はい、ということでありがとうございます。では、AKB48、high tension をどうぞ！さて、この授業では私の思い出話やアメリカで体験したことを紹介していきたいと思います。今回は12月に入ったということで、サンタクローズについて話したいと思います。 Yeah!
はい、もうアメリカはもうクリスマスはもう盛大にやるんですけど、まあ日本のサンタさんの、プレゼントの運び方ですかね、とアメリカのサンタさんのプレゼントの運び方が違うってよく聞くんですけど、日本では、まあ、ベランダから、サンタさんが入ってきて、で、まあ、プレゼントを枕元に置くというのを聞いたんですけど、アメリカでは、まあ、チムニー、家の外に煙突があるので、その煙突から入ってきて、で、大体アメリカの家だと、まあ、煙突と、あと暖炉があるので、その煙突に入って、で、暖炉から出てきて、で、それで家に入ってくるんですよ。で、大体、家にはもうクリスマスツリーは必ずあるので、クリスマスツリーの下に、プレゼントが置いてあるんですよ。はい。で、私が、お母さんと話してて、で、私はあんまり覚えてないんですけど、私が小さい頃、まあ、そういう決まりだったので、サンタさんが、暖炉から出てくるっていうのが、決まりだったので、暖炉の前に、置いてあるフェンス、火の粉が飛び散らないように、そういうフェンスが置いてあるんですけど、折りたたみの。で、ある日そのフェンスがこう、開いてたので、お母さんがそれを閉じるようにしたんですよ。でも、ちょっとしたらまた、その、フェンスが開いてて、あれなんでだろうってお母さんが思ってたらしくて、で、まあ、またそれを閉まって、で、またそこをちょっとしてからまた行ったら、また開いてたらしいんですよ。で、なんでだろうってまたお母さんが思ってて、実はそれは私が何回も開けてたらしくて、で、その理由は、サンタさんが家に入ってこれないから、私がもう毎回そのフェンスを開けてたらしいです。はーい。という私のクリスマスのハートウォーミングな思い出話でした。皆さんどうでしたか？ぜひ皆さんも、まあ、クリスマスを家族や友達とスペシャルで素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。それでは2曲目に参りたいと思います。チームエイトで挨拶から始めよう。Oh my gosh! もう終わりの時間がやってきてしまいましたね。本日はまあサンタさんのお話をしましたが、皆さんもこれからサンタさんのお話ができるようにたくさんのストーリーを作っていってくださいね。お相手は AKB48 チームエイトの浜松リオナでした。 Thank you everyone. See you next week. Presented by トヨタカローラ徳島。この番組はトヨタカローラ徳島の提供でお送りしました。